エンゼルスの大谷翔平投手が24日日本時間25日午前2時35分敵地ブレイブス戦のスタメンに1番指名打者で名を連ねた後半初戦の先発のマウンドを託された22日同23日は投げては7回途中6失点打っても3打数ノーヒットに終わって5敗目を喫した。 23日、同24日は9戦ぶりのいかつとなる20号ソロホームランを打つなど、4打数2安打1打点だったが、チームは5連敗で、借金が今季最多16となった。大谷の登板日以外は14連敗中と泥沼だ。相手先発のイアン・アンダーソンは、16年ドラフト1巡目、全体3位でブレーブスに入団した右腕で、今季はここまで18試合に登板し、8勝5敗。 防御率4.79。大谷とは初対戦となる。大谷は23日のブレーブス戦で、5回に右翼へ強烈な当たりの20号ソロホームランをマークした。18年、21年に続く3度目の2次本塁打に到達した。3度目のシーズンに10本塁打は、日本人メジャーでは松井秀喜の5度に次いで2人目となった。大谷はここまでチーム94試合中91試合に出場。投手では9勝5敗。 防御率2.80で打者では340打数88安打の打率に割り小ぶくりん20本塁打リーグ9位57打点同8位10盗塁をマークしているブレーブス戦はこの3連戦がメジャー5年目にして初めてでメジャーで放ったホームランは今回のトゥルーイストパークで19球場目となったエンゼルスは24日日本時間25日 ジョナサン・ビアー内野手を事実上の戦力外 DFA としたと発表した代わってマグネウリス・シエラ外野手をメジャー昇格させた31歳のビアーはブルワーズ時代の2016年に62盗塁をマークして盗塁王を獲得今期はカブスで46試合出場して打率に割にブニリン日本塁打15打点6盗塁を記録した6月下旬にリリースされ7月2日にエンゼルスに加入 13試合出場して打率1割6分3輪1本塁打3打点1盗塁にとどまった26歳のシエラは2017年にカージナルスでメジャーデビュー2018年からマーリンズでプレーし昨季は123試合出場して打率2割3分5打点11盗塁今年1月にエンゼルスとマイナー契約を結び参加 3A ソルトレイクでは76試合出場 打率に割りくぶな打輪7本塁打45打点22盗塁を記録している。